はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここもチャンネルのショーが今日は、ホルモン街道封鎖、カカオ昇流券をお送りいたします。よろしくお願いします。カカオ昇流券、出ました。この画像をご覧ください。これ国際カカオ価格ですね。もう、昇流券ですよね。垂直に滝登り。すごくないですか え、これはものすごくないですかあの2400ドルですよね。から1万ドル近くいってるんですよね。これね。4倍ですよ。まあ、このほんとわずかな期間でですね、今年に入って急激に上がりました。4倍に。まあ、これ原因はいろいろあるんですよ。あの、作物がね、なんかちょっと気候によって取れ高が減少してる収穫量がね、もあります。 あとな、んかこう、ちょっと病気みたいのが流行って、あの、あっちこっち、ね、取れる量が少なくなってる。それも確かに少しあるんですよ。しかし最大の原因は違うんですよ。最大の原因は、貿易ができなくなってるんですよね。運べないんですよ。いやいや、もうとんでもないことになりましたよね。これ、やっぱり、バブマン海峡と、 ホルモン街道来てるんですよ、これ。かなりの勢いで。これね、カカオだけじゃないんですよ。あの、鉄鋼とか、いろんな木材の、まあ、木材全部じゃないですよ。あの、一部ね。やっぱり、こんな感じになってきてるんですよ。これはね、4月から5月から大変なことになりますよ。いろんな、その、原材料だとかね、いろんな食品、これ影響出ますよね。で、今現在、 まあ、ふーちゃん大暴れしてるさなか。で、どういう状況にあるのか。まあ、今の最新のニュース、情報でね。まあ、あちこち、あの、ヤフーニュースとかにも出てますけど、中華飯店の船をやっちゃったじゃないかと。あれ、ブリックスの船なのに、ブリックス側の,の船をやっちゃってるじゃないか。なんか間違えちゃってるのおかしいのめちゃくちゃもう、何でもいいからやっちゃってるの、ふーちゃん大丈夫っていう意見が多く見られるんですけれども、 ええとね、難しいですよ。これはね、あのー、ふーちゃん側のね、あの、イエメン国内で、ちゃんとイエメン国民には説明してるんですよこれ。なぜそういうね、あの、仲間と思われる船をやっちゃってるのかと。これはね、ここ2週間ぐらいの話なんですけれども、あの、戦績のね、あの、国籍みたいな戦績ってあるじゃないですか。 で、それが、例えばサウジアラビア戦績。日本郵船なんかは日本の戦績が多いですよね。その船の、まあ、いわゆる車で言えば車検証みたいなのがあって、戦績表っていうのがあるんですよ。そこに記載されている登録国ですよね。これはね、登録の国でいいんです。例えば、あの東南アジア、韓国とかででっかいタンカー作ったとします。それって韓国の船、 ですよね。一応作った時はね。で、韓国でそれを使えば、まあ、韓国の船、韓国国籍の船なんですよ。ところが、韓国で作ったタンカーを、サウジアラビアに持って行って納品したとするじゃないですか。で、サウジアラビアが、いや、これは私たちの国で管理して、私たちの国のタンカーだっていうことで、まあ、登録した場合は、そのタンカーの船籍、まあ、国籍みたいなものですね。 それはサウジアラビア船籍になるんですよ。で、国際登録しなきゃいけないんですね。ところがですよ、そのサウジアラビアで登録した船籍を、そんなに難しくなくてお金もそんなにかからずに、例えばシンガポールが、ああ、その船籍一石、あの中古の船籍一石売ってもらいたいんですよね、ってサウジアラビアに言ってね。で、おおもういいよ、じゃあまあ、じゃあ売ってあげようか。 って言って買ったとしますよね。そしたらそちらのね、国の船籍に登録を簡単に変更することができるんですよ。だからシンガポール船籍とかね、マレーシア船籍というふうになるんですよ。で、これはね、何を言わんとしてるかというと、結局、ふーちゃんたちは、あっちの国、こっちの国、我々の反対側はドンパチやるよって言っているんでしょで、それを、 これ EME の国内放送で言ってたんですけど、ね、私が言ったんじゃないんですよ、勝手にね。あの、それを、あの、国民に説明してたんですよ。で、それを、結局、まあ、あの、戦績を変えちゃってるんですよ。攻撃されないようにね。だから、もともとは、中華判定の戦績ではない。要するに、まあ、欧米かっていう方の戦績なんですよ。それが分かってるんですよね。それ調べてあるんですよ。フーちゃんたちね。 だから、いやいやいや、今更書いてもダメだよ。乗っけてる荷物はそっちに届くんでしょそっちに運んでいくんでしょいや、それダメダメダメって言ってドカーンとやっているということなんですね。まあ、これが、あの、真相なんですよ。うん、あの、それは間違えてしまうこともあるかもしれないですよね、それは。あるかもしれないけど、あの、そうじゃなくて、あの、今回の話とか、今までのあの話もね、 あのちゃんと分かっててやっているということなんですよ。あのたまに、あのー、例えばギリシャのね、あの戦績をやってしまったと。ギリシャってそんなには、なんか、ふーちゃんと敵対してるわけじゃないんじゃないのって意見出るんだけど、あのーまあ、実はそれはあのアメちゃんのところの戦績だったとかね。で、マレーシアの戦績も、実はそれはアメちゃんのところの戦績だったとかね。うそういうことを分かって、もう調べ尽くしてるんですよ。 で分かっててやっているっていうことなんですねでここのところあのふーちゃんの暴れ方が激しくなってます前はねドローンも一機から三四機をブーンって飛ばしてボン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 って軽くやってたんですよでだんだんねあの情報収集ができてきて例えばあのイギリスだったらイギリスのグングンカンカンだとドテッパラとカンパンのここら辺からあの船はバン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 と出てくると それでドローンをやってたぞとかね、目視して、それ全部チェックしてるんですよ。そのチェックがね、間もなくもう、まあ、大体はもう終わってるんですよね。いろんな船に対しての。だから、その船、その船、その国の船に対する、まあ、弱点ですよね。を全部洗いざらし、もう全部チェックしてし終わったんですよ。だから、あの、数を多くして、ドドンパチ、ドドンパチやってるんですよ。 で、結構、まあ、あのー、損傷が出てるんですね。で、これは、あの、やっぱり弱点を全部把握してきたので、やりやすいということで、上から下から右から左から、いっぺんにその弱点を狙ってやってるんですよ。だから、これ結構ね、あの、損傷出ちゃってるんですよね。は発表がね、あんまりしないんですよ。あの、当たっちゃって沈んじゃってる船いっぱいあるんですよ。だけど、全然言わないの。あの、前ね、あの、カムス船みたいのがね、 あの、やられて、一石ぐらい沈んだみたいなニュース出ましたよね。あれ以来ね、もうどんどん沈んでるんですよ。だけど、やらない。なぜかって言ったら、やっぱりぐんぐんカンカンがやられちゃったら、かっこ悪いんじゃないですかね。うん、なんだか、向こうの方が強そうな感じがしちゃうでしょ、フーちゃんの方がね。うん、だから多分なんかいろんなことがあって、やらないんですよね。だからもう、あくまでも優勢みたいな感じになってるんでしょう、こっち側っていうのがね。あの、欧米側がね。 あと同盟国が。で、新しくですね、あのまあ、世界会議やってるんですよ、国連でね。で、安全保障理事会が開かれているんですね。これ、毎月開かれてるんですよ。で、今まであのアメリカのところが反対、あの反対票を投じていたので、1つの国でも1票でも反対すると決まんないんですよ。しかしね、今回、もう行われたばっかりですよ、今月ね。 14カ国の支持賛成票ですね。そして、今回ね、アメちゃんのところ反対票入れなかったんですよ。危険したの。危険ですよ。で、危険って票に入んないの。どっちでもないの。だから、アメリ、アメちゃんのところは外して、14対0ということで、世界安全保障理事会は1ヶ月以内の、なんと、イスラちゃんの強制停止。 ををる権限を得たんですだから1ヶ月以内にやめろということをイスラちゃんにこれから伝えるんです。もう今日明日ですよ。もう決まりました。決まったばっかりなんですけども。だから1ヶ月以内に応じなかった場合、これ国際ルール違反になるんですね。うーん、まあ、ただね、国際ルール違反だから何だって言うんだって、イスラちゃんが開き直ったら、 まあ、それまでなんですよ。別に、その、罰則がない、ない、いや、ないんですよ。ただ、話し合いで決まったよっていうだけで、決まって、なんかそういうふうに、まあ、命令っていうか、やめなさいっていうふうに言うんですよ。これからね。それは、あの、書面と、あと、口頭で伝えるんですけど、イスラちゃんにね。でも、イスラちゃんが、それがどうしたって言ったら、もう、それで、まあ、あの、何にも言えないんですよ。 いや、それでどうしたと言われても困るんですけど、みたいな感じ。いや、本当に。だから、あの、効力があるんだかないんだかわかんないんですけど、まあ、おそらくないのかなねえ。うん、だからアメちゃんのところをわかってて危険したのかなそれはね。もういいよ、その話し合いはということなのかもしれないですね。うん、まあ、これを受け入れてね、まあ、いい方向に行けばいいんですけど、やめる気配はまあ、ないし、 受け入れるっていうのはちょっと考え難いですね、今の状況だとね。で、今は、うーん、まああんまり良くない状況ですよ、その、あのね、ががつくね、ガチャガチャしてるところは、もう本当にあの、上から横からドドンドドンとやられてね、まあ一般の方はですよ、まあ大変な思いをしていますよ、本当にね。 まあ難しいですね。で、まあ、ホルモン街道とか、ね、バブマン海峡とかね、まあ、ちゃんね、その二つ、今、あの、まあ、全域牛耳ろうとしているので、まあ、あちこちどんどんやってますよ。一日にね、今、五カ所ぐらい、ドドンパチ、フーちゃんたちやってるんですよ。五グループぐらいを海に派遣してね。いや、激しいですよ。すっごいですよ、本当に。 うんで、損傷が、まあ、必ず毎日一隻は出てますよ。なんかあの、発射したけど当たんなかったっていうニュースあるじゃないですか。あれはね、全然食い違ってますね。だって目視で見てるんでね、目視でチェックしてますから、あの当たって煙とか出ちゃってますよ。なんだけど、ま、まあ、なんか、打撃をて受けた、損傷を受けたっていうのは、なんか弱い感じがするので、あんまりそれをニュースとしてね、 広めない方がいいだろうっていうことなんでしょうね。きっとね。おそらくね。うん。だから何でもなかったようにね。なんかね、ね、あっちの方向に飛んでったよみたいなことが書いてあるけど、いやそんなことないですよ。<laughs> そんなことな,な,ないんですよ。もうだからね、難しいですよね。まあ、だから、あの、もう自分のところは自分の国は、ね、こちら側の国の、まあ、報道っていうのはいいことしか流さないんですよね。まあ、向こうは向こうでそうなのかもしれないですよね。 だから実際のところさ、どうなのって言っても、うん、じゃあかんないじゃないかってよく言うじゃないですか。ところがね、あの何回も言いますけど、結構ね、やっぱりあの中東の方っていうのは、そんなにね、なんかあの嘘を連発するっていうのはできないんですよ。あんまりね、ないの。あ本当ですよ、ないんですよ。なぜかというと、やっぱりそれはあの空から誰かが見ているっていうことなんでしょうね。 うん、だから言ったことは有言実行でやるしね、そんなにね、なんかないことを作り出して言うっていうことはね、ないんですよ。本当に。うん、それをあの国内向けにね、自分の国の内部に向けて言うっていうこともないんですよね。うん、だからまあうーん、欧米よりは信用できるかなっていう感じはしますよ。だって、日本を考えれば昔のね、1945年前のね、 1942年、3年、4年、5年、ひどかったんですよ。だって、ずっとね、アメちゃんのところと戦ってたでしょ、その時ね。で、アメちゃんのところとやってて、ずっと勝ってる、勝ってるってずっと言ってたんですよ。最後の最後まで、前の日まで。要するに、あの宣言するね、我々はね負けましたっていうふうに、ラジオでね、宣言されたんですけれども。 その前の日まで勝ってる勝ってる優勢だってずっと言ってたんですよ。いきなりそんなゼロになっちゃって、まあゼロどころかマイナスですよね。ちょいままきまきたっていうことになっちゃったんですよね。そんなことあるねみんな、あの、優勢でもう少しで我々が勝利だっていうふうなことを毎日言うしたんですよ、ラジオで。もう勝利は目前に迫ってるっていう風にね。全部デタラメだったんですよ。 でもそんなもんなんですよ。本当に。うん、だから怖い話ですよね。それを信じていた人もいるでしょう。信じてね、じゃあ私たちもね、あの、現地にはいないけれども、ここで頑張りましょうっていう、いっぱいいたと思いますよ。そういう方。だけど、それが全部デタラメだったんだよねい。いや、ひどいで、いや、ひどくないですかいや、だけどそれって当たり前だよっていう人いるんだけど、いやいや、当たり前じゃないと思いますよ。だって、 で、いきなりね、負けましたとか言ってね、おかしいでしょって、それってね。<laughs> まだあの、どっちとも言えない状況で、いや、我々は必ず勝利するでしょうっていうんだったらまだいいんですけどもね。まあ、いきなりですよ。ね、まあ、そんなもんかもしれませんね。だから情報というのはね、あの、ちょっとわかりにくい部分も、ね、不透明なところもあるんじゃないかなというふうに思っていた方がいいかもしれないですね。 でね、このカカオの価格ね、先ほどから出ているこの画像、このね、4倍になってしまってるカカオの価格が、4倍、5倍になってるわけですよ。ね。で、まあ、最低でも4倍ですよ。これはチョコレート全般に跳ね返ってくるんですよ。つまり、カカオ価格が4倍になったら、まあ、純粋にね、カカオだけで100%できているわけじゃないですから、それはあの、 商品の価格がね、200円のチョコレートがいきなり800円になるってことはないかもしれないですね。しかし、カカオがちゃんと入っているものは絶対値上がりますよね。少なくても3倍にはなりますよね。誰が考えてもね。だから200円のチョコレートは600円ぐらいになるんですよ。580円とかね。恐ろしくないですか。だからカカオが入っているものは軒並みそうなるんですよ。だからカカオを入れられないんですね。 で、チョコレートと書いてあっても、パッケージにね、裏を返して原材料を見たら、主要成分のところにね、トップに砂糖が来ているものがほとんどになってしまってるんです、今。なぜかっていうと、砂糖は安いんですよ。だからカカオが高いので、カカオを全然書いてないチョコレートもあるんですよ。びっくりですよね。それって、チョコレートじゃないですよね。だってカカオが入ってるからチョコレートなんですよ。カカオゼロのもあるの。で、カカオが、 成分表の5番目、6番目のものもあるんです。ほとんど入ってないですよ。びっくりするぐらい少ない。だからそれ食べるとね、甘いんだけど、なんだかジャリジャリの砂糖を食べてるみたいなチョコレートなんですよ。それカカオほとんど入ってないんですよ、だから。いや、入れられないんでしょ。こんなに高かったらね。でもこれはあの、カカオだけではなくね、食料品全般に言えることなんです。これから起きるんですよ。あの、家具とか、ね、建具とか、 だから家建てるときとかマンションのリフォームもドア一つ取っても2倍3倍になるんですよ。鉄鋼とかね、金属類。いろんなものがどんどん上がっていくんです。例えばあの、お医者さん、歯医者さんが使っている道具。これが爆上がりしてます。高いからね、最初からね。うん。で、あと、あの、患者さんに歯医者さんだったら銀の詰め物詰めるけど、最近は銀が高いので詰めたがらないんですよ。 だから銀ではなく、白いのでね、あの紫外線を当てて固めるやつね、あれで歯の処理をしているお医者さんも多くなってますよね。銀が手に入りにくいのと、往復の時間がやたらかかるんですよ。で、あの入れ歯もそうですけど、あのインプラントもね、あの中華飯店に1回送ってバックしてくるっていうあのお医者さんも多いんですよ、安いんでね。 だけど、それをやってると、今、ものすごい、こう、輸送がね、不安定なので、いつ帰ってくるかわからないっていうことなんですよ。うん、だからこれはね、あの、順調に今帰ってきてる、往復しているお医者さんもあるんだけど、やがて、すっごい時間かかるか来なくなりますよね。今、物流おかしくなるんだ、これからね。あの、国際物流もおかしいんですよ。それは、やっぱりバブマン海峡とホルモン街道がおかしくなってるからね。 その影響が余波が出ちゃってるわけ。たとえばそこを通っていない船籍でも、その余波を影響を受けて他のところもガタガタ来てるんですよ。だこれはね、その部分だけが、風ちゃんが暴れているからって言って、その部分だけの貿易がおかしくなるんじゃないんですよ。例えばのスウェーデンとかの貿易商船会社って、世界中に船を持っていて、 でも、ホルモン街道がおかしいよ、大変だって言って、ホルモン街道の戦績だけのルートがおかしくなるんじゃなくて、それがなくなると、じゃ他のところ手配しなきゃいけない急、急遽他のところ切り替えて船回さなきゃいけないとか、いろんなことがあるの。だから、あまりにも今多すぎちゃって、で、ふーちゃんドンパチやってるでしょで、急になるわけですよ。だからそれが、あの、組み替えができなかったり、大変なんですよ。だって船の数は決まってるんでね。だからね、 影響はね、これからどんどん出てきますよ。だって、ドンパチやられて沈められてしまった船はもう二度と使えないんですもん。船はどんどん少なくなっていきますよね。だからこれはね、大問題なんですよ。大きい問題なんですね。うーん、まあ、4月から恐ろしいほど上がるでしょう。いろんなものがね。これはね、本当に何回も何回もお話ししてますけれども、とにかく、食料以外もね、日用品、雑貨品、 ね、ホームセンターに売ってるような工具とかね、そういうもので、自分、おそらくこれをかなり使うなというものは、いっぱい買っておいた方がいいですよ。私、この間ね、あのまあ、ねネジぎですよね、電動ドライバーでガーッと打って入れるやつ。あれをね、もう嫌ってほど買いましたよ。値段がね、上がってきてるのもあるけれども、聞いたんですよ、その専用の問屋さんにね、あの料理とかね、扱ってる問屋さんがいるんですけど。 いや、ちょっとね、今不安定だからね、今在庫倉庫からはあの出してるけど、その長さね、例えばの32ミリとかね、35ミリ、38ミリとかあるんですよ、長さ。それが、いや、あの、もう希望する長さのものが突然どこにもないとかいうことも今もう出てきてるから、もう今あるんだったらラッキーだと思って買っておいた方がいいよって言われたんですよ。で、いっぱい買ったんですよ。 だから、やってほど買いましたよ。電動ドライバーもね。3つ買ったんですよ。新しいやつ。もう壊れちゃうしね。いつか壊れちゃうでしょそれ10年なのか、100年後かわかんないですよ。まあ、100年だったらこっちが壊れてますけどね。<laughs> 私自身が。ね。まあ、だけど、買っておくに越したことないじゃないですか。今まだ安いんでね。いや、安いって言っても値段ちょっと上がってるんだけど、まだ安いじゃないですか。このカカオの価格見てくださいよ。 4倍以上になるんですよ、これから。どんなものも何でも。ね電動ドライバー5000円1万円で買えるんだったら4万ぐらいになっちゃうんでしょ ?4 万に比べたら1万円で売ってたら安いじゃないですか。1万円でもそれもともともう6000円ぐらいのが1万円になってるんだけど。いや、まだ安いでしょ。だってなくなってしまうか手に入んないか5万かどっちかですから。ね ?4 万5万か。いや、それだったら今買っておいた方がいいでしょ 箱に入れて新しいまんま封を開けないで置いときゃいいんだもんね。どっかにね。これはでもね、簡単に言うけど難しいんですよ。何が難しいかっていうとね、まあ、2点ありますよね。あの、まあ、経済的にね、そんなに同じものばっかり買ってると、お金なくなっちゃうわけですよ。大変これは。本当に。あと、買うのはいいけど、置いておくとこがそんなにないよっていう人がいっぱいいる。ねえ、決まってるもんね。だからそれはね、 この二つがクリアできないと難しいですよ。うーん。だから私、あの、古民家買っちゃってね。古民家、本当にありがたくてね。こんなでっかい、え、こんなでっかい鉄骨の倉庫がついてるのっていう丈夫なね、鉄骨の倉庫二階建てがついてたんですよ。で、工場かなんかやってたのかなと思うぐらい広いの。トラクターがね、二台入るんですよ。 まあ、トラクター入れてないんですよ、私は。私、トラクター持ってないので、まあ、畑あるんだけどあの、手作業でできるぐらいの大きさしかないんですよ。でトラクター、もともとトラクターは入れてなかったみたいですけどあの、車を入れてたらしいんですよ、2台ね。だから、車2台入るんですよ。だから、いやー、これ荷物いっぱい置けるなと思って、そこに置いてあるんですよ。いろいろ買ったものをね、積み上げてあるんですけどね。うん、だからね、そういうところとかないと、なかなかそれはね、量がね、 難しい、うんだから沖縄ではマンションなんですけど、とてもね、棚、工夫して作ってるんだけど、いや、やっぱりね、限界きますね、荷物はね、あれもこれも欲しいな、もっと欲しいなと思うんだけど、だからもう、そういうことをね、悩まないで、古、まあ、民家の方にどんどんあの倉庫にね、入れておこうと思って、まあ、今、そっちにあの送ってるんですよね、沖縄のものも送ってるし。 新しくあっちこっち買った購入したものもそこにあの今置いてあるんですよ。まあ、ちょっと安心感ありますね。広いしね。うん、なかなかね。大変ですよ。しかしこのカカオの価格、もうすでに上がってしまっているので、あの末端のね、末端価格にもうすぐ跳ね返ってくるんですよ。末端価格にね。<laughs> 危ないもの売ってんのかって。いや違うんですよ。カカオ、チョコレート、チョコレート。<laughs> ね。まあ 本当にだけどね、これはこれから波及していって、いろんな商品が全部一気になんないですよ。ね、あのまずはやっぱり影響を受けているものがじわじわとあちこち上がっていく、地域によっても違いますよ。あちこち上がっていく。いやー、これ、こんな高かったらちょっと無理じゃないのっていうぐらい上がっていくんですよ。それは本当、地域性もあるよね、ねこれはね。だってその地域で、例えばの静岡でね、みかんがいっぱい取れれば。 それはみかんは静岡のみかん取れるところの近くの方は上がんないでしょでもそのみかんを運んでこなきゃいけないからドライバー不足に4月からなるしね、輸送量も上がるじゃないですか。だからみかん1個がもう150円200円とかね、ちっちゃいみかんが。200円えー、っていう感じになりますよ。4つで800円とかね。見たことないでしょでもだんだんそんな価格に近づいてますよね、今ね。本当に。あの5個で1000円ぐらいのみかん、この間見ましたよ。東京の方とかでね。大阪とか。 だけど、静岡のみかんが取れる産地の近くだったら、そんなに高くないですよ。だってみかん勝手になるからね。うーん、だから梅干しもそうじゃないですか。ね、梅が取れるところの近く、和歌山県紀州とかね、あのその近くだったら、まあそんなに高くないですよね。近所にね、あの農家があって、そこで、いや、梅とって梅干しつけて、うちで作ってるんだよっていうところに、 直接買いに行って売ってくださいって言ったら、あそんなに東京で買うね、デパートで買うような値段で、よし、これ買えようとは言わないですからね。<laughs> これぐらいの値段でいいよっていう値段で売ってくれますから、まあもう本当に3分の1、4分の1以下ですよね。そういうところで購入すれば。だから地域差あるんですよ。だけど、まあ一番怖いのは、やっぱり遠くから運んでこなければいけない場所と、そこで生産してるものがあまりないという場所、地域ですよね。 まあだから都心の方が多いですね、条件的にはね。うん、だから驚くほどの値段になるでしょう。これは厳しいですよ。うん。だから今から、いや、私はあれがないともう本当にやっていけないのよね、と思ったら、やっぱり長持ちするものだったらいっぱい購入しておく、積んでおくっていうのが、まあいいんではないでしょうかね。おそらくね。そうしたら後悔しないじゃないですか。ね。まあこれから激しさを増していくでしょう。どんどんね。 ふーちゃんたちは、とことんやると言っているのでね、まあ、彼らがとことんやるって言うんだったら、やるでしょう、これは。で、彼ら考え方が最近変わってしまって、あっちで揉めてるじゃないですか、今ね、パレちゃんのところ、ね、イスラちゃんのところ、あの、ハ、ま、マ、あ、ちゃんがね。あれが、もしやめて、ね、今回の国際決議で、 まあ14対0で停止しろって言って停止して辞めたとするじゃないですか。まあ、も、もしね。まあ、辞めればそれはいいですよ。やめた方がね。で、停止して辞めたとして、やめても、我々辞めないと言い出してるんですよ。もう我々がやめろって言って、ずっと辞めなかったんだから、我々も辞めないと言い出してるんですよね。まるでダダッコみたいになってますけど、いや、本当、もうね、嫌だって言ってるんですよ。我々はやめないぞって言ってるんですよね。うん、だからね、激しくなる。間違いなく。 このカカオの価格のようにね、小流圏を食らわしていくんでしょう。大変なことになりますよ。本当にね。食らった我々はね、空高く吹き飛びますよね。危ないです。受け身取っても無理でしょう。高すぎて。いや本当に、備えるしかないですよ、皆さん。備えていきましょうね。頑張りましょう。応援しますんでね、頑張っていきましょう。心は柔らかく、気持ちは強く。 前前進んでいきましょう。気合を入れていきましょうね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。